ドット AIO 用のカスタムパーツはドット AIO ミニには使えない場合の方が多分高いです。はい、電波チャンネル電波師と申します。今日はね、AIO って言えばいいの？の紹介になります。ドットモットのドット AIO っていう商品ですね。もともとこのドット AIO ってあったんですよね。あったんですか？あるんですけど。これちょっとパーツ取り用にね、いろいろ取っちゃってるんですけど、こういうサイズの、18650のなんかね、カットマイザーって言えばいいんですか？なんかここに、カートリッジみたいに入れて使うよみたいな、そういう AIO の、モッドがあるんですけど、それの今回18350版ですね。18350を1本使って、こういう風に、電池入れて、で、こっちの方に、タンクを入れて、で、まあ、ここを押すと吸えるよ、みたいな。そういう風な、アトマイザーというかね、アトマイザーじゃないね、モッドだね。AIO のモッドになります。これ、アルミ製ですね。かなり軽いです。普通の、いわゆるね、ドット AIO と多分素材は同じだと思います。本当に18350になっただけですね。まあ、中に入っ、あ、これちょっとタンクこれ別売りなので、ちょっとそれは、今使ってるタンクは、完全に別売りのものなので、今まで使ってたのはちょっと汚いんですけど、ここに、あれですね、もともとついてるタンクがあるんで、それはね、クリアロなんですよね。こういう、クリアロみたいなのがついてるんで、で、これをつけて吸うと、みたいな感じですね。これに関しては、ドット AIO SE とついてるもの全く同じなので、今回、話省きます。0.3 オームと 0.7 オームの、コイルがついてるんですけど、確かに 0.3 オームがうまいねって言ってたと思うんですよ。ただですね、今回18350なんですよね。で、ここ一つ目の注意点なんですけど、ですね、これ本当にこれ挙動が、全くドット AIO、普通のドット AIO と同じなので、抵抗値によって、4段階のワッテージが決まるよっていう風なシステムなんですよ。例えば 0.3 オームだと、ベリーソフトが 20W、ストロングが 35W。で、例えば1オームだと、ベリーソフトで 10W、ストロングで、まあ、12、14、16W みたいなね、そんな感じになるんですけど、18350で 35W って、出せないバッテリーワンチャンあるんですよね。あんまりね、細かいことを今回の話で言うつもりはないんですけど、バッテリー、テクニカルモッドのバッテリーって、まあ、結構簡単に何ワットまで出せるかっていうのって簡単にできるんですよね。これ、おまけでついてたんで、なんとなく使ってるんですけど、このイーフェストの18350って、まあ、私イーフェストなんで使うのほんと久しぶりなんですけど、10アンペア流れるんですよね。で、これ最大10アンペアまで流せますよ。で、このモッドって、バッテリーを 3.5 ボルトで切るんですよね。3.5 ボルト、このバッテリーが 3.5 ボルトを下回ったら、もう電池ないよっていう風な扱いで電量カットするっていう風な機能がついてます。最低のボルテージかける、この最大許容アンペアっていう風な数字で、最大で使えるワッテージ、この10アンペアを超えないように使えるワッテージっていうのが出てくるんですね。これ、今回 3.5 ボルトで、これ一応10アンペアなんですよ。まあ多分嘘ついてるんですけど、このバッテリーに関しては、35ワットまでなら多分ギリ使える。まあ、イーフェストなんで多分嘘ついてるんで、35ワットも多分出ないと思うんですよ。なんで、そういう意味で、0.3 オームのコイル使うの、あんまりおすすめしないですね。あと、こんだけちっちゃくてコンパクトに持てて、持ち歩きに特化してるのに、35ワットなんてね、1200mAh で使ったら一瞬でなくなるからね。一瞬でなくなるから、そういう意味でも、あんまりおすすめじゃないです。多分、しかもこれ、1200mAh って絶対これ嘘ついてるから、これ E フェストだからね。多分実際に900とかだと思うんですよ。なんで、全然おすすめしないです。0.3 オームのコイル中に入ってるんですけど、使わない方がいいと思います。0.7 オームでもね、ストロングだと20ワットとかになるんで、あんまり、なんだろうね、持ち歩きに特化したアイテムじゃないなってなっちゃうと思うんですよ。
私今ちょうど1オームで確か14ワットぐらいで使ってるんですけど、12ワットだったかな。それで会社から行って帰ってがまあ大体なバッテリーの7割ぐらい使うかなっていうぐらいなので、結局これね、普通のドット AIO より、明らかに、なんだろうね、サードパーティー製の、リビルダブルタンクって言えばいいんですか？リビルダブルの、シェルを買わないと、こいつの本領は発揮できないよ、みたいな、そういうね、組み合わせになっちゃってます、ぶっちゃけ。ドット AIO の RBA キット、ほんとマジで、ほんとに買う意味ないから、買うんだったら、なんかこういうね、私これなんだっけ、メーカー忘れちゃったんですけど、MTL 用のこれね、シェルトも買って、これで使ってます。これの動画もね、別個で作りたいと思うので、まあ今回は紹介しないんですけど、そういう意味で、クリアロとして、この、0.7 か 0.3 とかで使うのはあんまおすすめしないです。確かこれ 1.2 とか 1.8 とかあったよね。多分そっちで使うようなのかなって思うんですけど、これね、このタンクね、結構ね、エアフロスカスカだから、MTL にするのも難しいんですよね。なんでそういう意味でも、本当に、タンクはサードパーティー製のタンクを使うみたいな、なんかそういう前提のモッドだなっていうふうに思いました。で、まあ、あとはね、こういうボックスタイプの、この AIO って、なんか、ボタンとかカスタムするよ、みたいな、なんかそういうノリがあるじゃないですか。まあ、要はこれ、ビレットボックスが元ネタだから、要はね、そのスイッチとか、あるじゃないですか。普通のドット AIO には、ボタン変えるキットとか普通に売ってるじゃない。ネジもついててね、みたいな。なんかそんな感じのキットがあるじゃないですか。それね、買うので、ちょっと待ってほしい。じゃあ、ちょっと、それなんでかっていう。バラせばわかるんですけど、まあちょっとじゃあ一回バラしてみましょうか。まあバラす前にちょっと補足なんですけど、ここら辺のこのトルクス、これ T3 なんですけど、これはね、そもそもここみたいにシールで隠されてます。なんで、こっち側のボタンとかを交換する側のパネルは、1、2、3、4、5箇所。5箇所外せば外せます。で、ドライバーはトルクスのやつ。3番ですね。T3 で、回してあげてください。はい、バラしてきました。で、ボタンがこういう風になってます。外側の、クリアハウジングと、あとは、メタルのスイッチ、裏がへこんでますね。と、あとは、ここのゴムですね。の、3つで、上側のボタンを構成されてます。で、下側はね、ボタンにオーリングが挟まってるよみたいな、そういう部品になってます。まず、下側のボタン、これね、ドット AIO と、仕様違います。というのも、このね、径が違うんですよ。こうやって見ればわかるかな。ちょっとね、こっちの方が大きいんですよ。で、このパネルね。パネルに、こうやって入るはずなんですよね。こっちは普通にピョコって今出てきましたよね。こっちはね、入らないんですよ。明らかにこっちより、こっちの方がでかいんで、ドット AIO の、下のボタンは、ドット AIO ミニの下のボタンより大きいので、これとこれ換装できません。サードパーティーのボタンも大体こんな感じだと思います。わかんない。私ね、1個買ったんですけどね、ほぼ全ての部品が使えなかったんですよ。で、上側のボタンは、これドット AIO SE のボタンですね。これは、まず、このシリコンパーツは、同じものだと思います。シリコンパーツはね、同じです。で、このクリアのハウジングね、ここから違うんですよ。こっちがね、ドット AIO SE のやつなんですけど、SE のやつの方がね、ちょっとね、背が高いんですよ。ここ見ればわかるかな。ちょっと背が高いのね。っていうのと、あとね、こっちのボタンもね、見えるかな？ちょっとね、こっちの方が薄いんですよ。なんで、これね、ドット AIO SE のボタンユニットを丸々入れ替えることができます。ただ、つけるとちょっと出っ張ります。なんで、純正を入れ替えることができます。ただ、だいぶ薄くなってるんで、社外品とかのやつね、例えばこのパッキン外して、ここにそのまま置くみたいなタイプのね、ボタンだと、厚みが明らかになんかでかくなっちゃうっていう風なところがあるので、ドット AIO 用のカスタムパーツは、ドット AIO ミニには使えない場合の方が多分高いです。可能性の方が高いので、ちょっとね、カスタムしたいって人は待った方がいい。
っていう風な感じですね。みたいな感じで、ボタンのね、仕様がね、ドット AIO とはね、ちょっと違うので、そこはちょっと注意した方がいいと思います。で、じゃあ、カスタムパーツの話をちょっとしたので、いつも使う感じに戻しておきます。はい、いつもね、こんな感じで使ってます。パフボタンはね、ドット AIO SE のやつを乾燥してます。乾燥するとね、こんぐらい出っ張ります。普通のゴールドの SE じゃなくて、ミニの方だと、ほぼつらいちみたいになるんですけど、ちょっとだけ出っ張りますね。まあ、あんまりね、個人的には気にならないです。で、ドリップチップを、ドット AIO のやつから、パティビュラムの V1 のやつに変えてますね。なんかね、ここのね、ドリッチがね、シルバーで、ボタンもシルバーにしたかったんですよね。でね、このドリップチップ結構嫌いなので、つかないんですよ。で、MTL っていうところも あるのと、あとね、これね、単純にね、加えづらいんですよね。太くて短いんで。なんで、私あんまり好きじゃないんですよね。で、いろいろ言い忘れてるんですけど、まあ、とりあえずこれ .AIO と同じように、ここが、外して、外せますね。ここがスクリューになって外せます。で、ここのね、軸がね、多分まっすぐ出ないんですよね。このアトマイザーの丸と、ここのドリップチップの丸が。これなんでかっていうと、これね、薄くなってるんですよ。これ薄くなってるんで、中心軸が多分出ないんだと思います。結構薄くなってます。で、大きさを、比較すると多分分かりやすいんですけど、だいぶちっちゃくなってるので、なんかね、バンタムボックスより多分ね、横幅が狭いんですよ。その、基板が、横に出てないっていうと、ここ多分ここ下に基板があるので、でね、まあ、ビスをホワイトにしてるんですけど、これはね、私ね、ドット AIO の、このバフボタンと、ここのボタンの、あとビスの白いやつを買ったんですよ。そしたら、もうビスしか使えなかったって感じなんで、負け惜しみで使ってるって感じですね。完全に人柱ですね。はい。まあ、これぐらいにしときますか。アトマイザーは、後ほどやります。で、今日の、まあ、総評を言うと、まあ、18350で、このサイズ感で持ちたいよ。かつ、こういうね、社外品の RBA ユニットを使う前提っていうところを受け入れられるんであれば、まあ、あとは好みかなと思います。このサイズ感っていうのはちっちゃい箱が好きっていう人もいると思うので、あと単純にドットモットね、これ塗装も綺麗ですしね。そういうところで、なんかおしゃれに使いたい、おしゃれに持ち歩きたいよっていう人だったらおすすめだと思います。ただ、そのクリアそのノーチラスコイルだったらわかんないんだけど、そのドットモットのその 0.3 オームとか 0.7 オームとかの、コイルを使うのはちょっとね、携帯性というか、充電に難があるというか、バッテリー容量に、まあ350なんで難が出るものなんですよね。 0.7 オームはね、ちょっとね、さすがに手口低いなっていう風になるので、ちょっとね、そのクリアロ前提で使うんであれば、1オームオーバーのクリアロを使わないと、そもそも持ち歩きに向かないよねっていうところもあるし、あとはこのね、ドット AIO のここのエアフローってすごいスカスカなんですよね。多分ドット AIO SE の時に話したと思うんですけど、間違っても多分 MTL には多分できないので、そういう意味でも、本当に MTL にできるカトマイザーを別で買わないといけないよっていう風な性質なものって思った方がいいと思います。はい。で、あとはカスタムパーツは、ここら辺の、寸法関係が、いつものドット AIO と違うので、それ用のものが出るまで待ちましょう。私は、この5本のビスを4000円で買ったことになってるので、ちょっとね、そこはね、踏みとどまった方がいいと思います。はい。てなわけで、ドット AIO ミニでした。はい。以上になります。ありがとうございました。